ザジは、フランス出身のファッションモデルであり、女性歌手。芸名であるザジは、レーモンクノーの小説地下鉄のザジから、すべてのアルバムを自分でプロデュースしている。1964年、フランスのブローニュイコールビアンクール出身。父親は建築家、母親は音楽の先生であり、幼い頃親ではクラシックが流れていた。文学の学士号を取得した後理学療法の、 勉強をし、さらに語学の勉強をする、休みの日にシンセサイザーを弾くという生活をしていた。その後、イブ・サン・ローランやカール・ラガーフェルドのショーに出演し、1980年代のほとんどをモデルとして活動した後、1990年に音楽活動を開始。1991年に最初のレーベルであるフォノグラムと契約した後、1992年にアルバム、 ジュ・つ、イルズでデビュー。1995年、2枚目のアルバムである、ゼンをリリース。同アルバムの曲には、アフリカンドラムや、アコーディオンなどの伝統楽器を用いた作品で、50万枚以上を売り上げた。1997年6月にカジノドパリの舞台で、ベルギーの歌手マウラネ、キャサリン・ララ、ミヒエル・ヨナッシュ、アラン・スーション、マクシム・レ・フォレス・チエ、 フランシス・カブレルと共に6人でソルエンシーというグループを組みツアーを行う。1998年メイド・イン・ラブをリリースしフランスのグラミー賞とも呼ばれるビクトワール音楽賞で最優秀女性アーティスト賞を受賞。2001年アルバムラ・ジザニエがフランスとベルギーのチャートで1位を獲得。50万枚以上売り上げ2001年の アーティストミュージック・オブ・ビクトリー賞を受賞。2004年、アルバム、ロデオがフランスとベルギーのチャートで2位を獲得。2007年、アルバム、トーテムがフランスとベルギーのチャートで1位を獲得35万枚以上を売り上げた。2010年、アルバム、ザ・ナナ・アイーは、昨年11月からのプロジェクトで発売曜日ごとにテーマを持たせた。 ミニアルバム7枚の中に含まれる全49曲から14曲が収録され、フランスとベルギーのチャートで1位を獲得。2012年自身のアルバムである1992年に発売された10つ、イルズと1998年に発売されたメイドインラブをカップリングしたアルバム10つ、イルズ、メイドインラブを発売。2015年フランスのオーディション番組。 ザ・ボイスのシーズン4のコーチとなり、2016年のシーズン5では審査員を務めている。2002年8月24日、ミュージシャンファビアン・カエンとの間にロラを出産。妊娠のために同年のツアーをキャンセルし、出産後5ヶ月でヨーロッパツアーに復帰。50回の公演を無事に終えている。2005年に離婚。ありがとうございます。